パンダ目は、頭部外傷において認められる症候の一つ。また、化粧用語としても用いられる。パンダの目調候は、眼科周囲における皮下出血であり、頭蓋底骨折を示唆していることから重要である。これは、出血が皮下組織の比較的荒い眼鏡周辺に集まることで、眼鏡が主張、変色するというもので、全頭蓋底骨折では、髄液微狼、視神経障害、 嗅覚消失などを合併することがある。このことから、髄液狼を疑う所見としても重要とされている。また、目の周りを殴られたりぶつけたりした場合には、頭蓋骨の構造上、眼下の骨に沿った形に打ち出血が起こって、パンダの目兆候に似た座ができてしまうことがある。パンダ目パンダ目とは、化粧に関するスラングの一つ。 マスカラやアイライナーなどのアイメイクを施した後、汗や涙などの水分、皮脂によって、それらの化粧品が滲み、目の周りに付着してしまうこと。これらの化粧品は黒、もしくは黒っぽい色であることが多いため、目の周りが黒い毛で囲まれているパンダに例えてこう、呼ばれる。 アイメイク化粧品のうち、落ちにくさを重視したもののキャッチコピーなどにはしばしば、パンダ目になりにくいという言葉が使われている。水分に溶けにくいという意味で、ウォータープルーフの言葉もよく使われる。しかしウォータープルーフを重視した製品は、有用性の機材を用いているため、皮脂の多い体質の人が使った場合かえって、にじみやすくなることがある。近年ではかなり性能の良い製品も、 多数売られているが、落ちにくい製品はすなわちクレンジングでも落としにくい。ものであり、落とし残しが発生しやすい。また無理なクレンジングで、肌やまつげを痛めることもあるため、一概に落ちにくければ良いというわけではない。体質や用途に応じた製品を選ぶことが重要である。ありがとうございます。